はい、皆さんこんにちは、むっちこです。我が家のハムスターのケージになります。スラーっと、3段ずつ並んでいるんですけども、今回はですね、こちらのハムスターが何回回し車を回したのかという、こういうね、計測器がついた回し車を購入しましたので、こちらをね、試しにどの子かつけてみたいと思うんですけど、どの子がいいかな。老人がね、老人ハムスターが、ね、3匹いるんで、その子たちは、ね、ほとんど使わないと思うので、今ね、起きてくれたこの子のケージの、回し車をね、ちょっと変えてみたいと思います。今ね、1回転になっちゃってるんだけど、あ、これメートルになってるんですね。はい、じゃあ1回回したからって2メートル、ちょっと分かんない。これでも一応メートル換算になってるんで、はい、ハムちゃんがね、どれくらい移動したかっていうのが分かるようになってるそうです。野生のハムスターはね、毎晩餌を探し求めてかなりの距離をね、走るということで、でこちら、メーターリセットするには、この小さな穴に、細い何かを入れて押してあげるとリセットできますので、それではね、じゃあこちらのグラスハーモニーのケージに取り付けていきたいと思います。はい、それでは2日目、こちらの姫ちゃんの回し車、何メートル進むか測っていきたいと思います。おはようございます。はい、今日は昨晩設置した姫ちゃんのケージです。1529メートル走ったみたいです。姫ちゃん、お疲れ様でした。はい、寝ぼけてますね。お目目開けるととっても可愛いんですけどね。おはよう姫。おはよう、頑張ったね。頑張ったね。はい、お疲れ様でした。寝てていいよ。ごめんごめん。はい、ということでね、こちらまた取り外して綺麗にして違うこのケージに取り付けしていきたいと思います。姫ちゃん出てくるの、あら、いい子だねご飯、ご飯ですかはい、それでは3日目、ミルクちゃんのケージに、取り付けました。メーターは0になってます。またね、翌朝までこちらのホイールをつけて何メートルぐらい夜中に走っているのか計測していきたいと思います。ミルク頑張れ、ミルクかわいい。はい、はい、なんとミルクちゃん午前中に300メートルも走っております。はい、おはようございます。ミルクちゃん5081メートルも走りました。すごいね、ミルクもしかしたらミルクちゃんが一番かもしれませんね。ミルクちゃんおめでとうだねはい、それでは今日はこちらのお父さんハムちゃんに回し車をやってもらいましょう。はい、年齢的には1歳半ぐらいなので、
ちょっとねそんなに回さないんじゃないかなと思っております。ただちょっとねティッシュで拭いたりしてるんですけど、消毒して他の匂いがするんでね、気になって乗っているようです。はい、それでは明日の朝までどれくらい走るか検証してみましょう。お父さん頑張りましたね。お父さんちょっとズルしてね、ちょっと見えないんですけど、1523m ということで、はい、頑張りました。ズルしたけどねはい、最後にですね、フクロモモンガのハーちゃんにも、ハムスターではないんですけど、回し車何メートル漕ぐの選手権に参加してもらいました。はーちゃんお疲れ様です。ちょっとねケージの形状上、ちょっとこのまま行くとどうかな、映るかな。はい、一晩ねはーちゃんのケージにつけておいたら957メートルということで、おはーちゃんも結構回し車やってんだね。で昨日夜泣きしてたんで、はーちゃん、はい、なんか歯になんかついてるよ、はい、歯になんかついてる夜泣きしてたんでね、夜見てたらもうすんごいケージ上下にねくる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 走り回ってました。ということで、今回ハムスターはどれくらい、夜ね回し車回してるのかということで測ってみたんですけど、最後にねフクロモモンガのハーちゃんにも参加していただきました。お疲れ様ですはい、957ね。はい、ということで、あちゃんは夜行性なので、ね、寝てる時間ですね。目開いてるね。はい。はい、ということで今回の回し車一晩でハムスターは何メートル走るの選手権、イエーイ。では、はい、こちらのミルクちゃんが優勝いたしました。ミルクおめでとう、ミルクおめでとうはい、ということで、はい、皆さん想像していた距離からどうでしたか。はい、やっぱりね年齢によって走る回すね回数が違うんだなっていうことがよく分かりましたね。でハムスターは夜ねたくさん走っているということが分かったけど、やっぱりモモンガもね、モモンガはハムスターほどは回し車回さないっていうことが分かりましたね。はい、まああれをねつけて毎日リセットボタンを押してれば、あ今日は元気だったとかね、だんだん年取ってきたから回し車回さなくなったなとかね、数字で結構わかるかもしれないんですけど、まあうちハムちゃんのケージが、現在 2,4,6,7,8 個、はい、あれと思った方もいるかもしれませんが、8個あるのでね、8個回し車買い替えるわけいかないので、とりあえずたまにねどれくらい走るか回し車で測ってみたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。